今週も、はい、それでは行きましょう。 AMD ロクデラス TV ザッス。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あ、どうも、ロクデラス TV です。なんかね、今日ね、ソラパイセンが、なんでいないの？ソラは最近なんか、俺11時には寝るんよね。もう一回いい、うん、一番初めだ。ソラは最近なんか、俺11時には寝るんよね。あ、ソラが電話来た。あ、ソラが今空に電話してるけど、もしもし、久しぶりにこういう感じでイケメン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 っていう感じで来るんで。あ、これ、お、寝てるわ、こいつ。嘘、寝てる空。どうなん今日、イケメン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 できてるやんか。え、じゃあブサイクのやつからさ、コメントしてこへん。確かに、そうしよう。え、なんでカイは女の子を馬車でオンリーにしたの？あ、そうなん。まあ、そうっすね。こいつやばい。やっぱり。え、逃げい顔するとこ？いや、であれやん、うちと店でもさ、トップランディーでオンリーってあるやん。そうですね。パシャでオンリーどういう気持ちだったの？会話、まあ、パシャでのオンリーの気持ちはやっぱり、うん、ちゃんと内勤に言ったんそれ、ちゃんとヘルプつけてって。そうですね、直樹さんに伝えて伝わってなかったっすね。あ、そうね。え、直樹さんはパシャオンリーっていうのを把握した上で、その女の子に電話して、うん、あ、パシャオンリーですよっていうことは言ったの？そうですね。それで、まあ、うん、うまく俺に伝わらず、伝わらず、オンリーが長引き。え、その時、カイはバリアンで、バリアンに被してないの？あ、そうですね。マジで。やっぱ、二大ホテル。バリアンとホテルジローに三択被して、ジロー。パシャを。被してました、嬉しいで、ね、す、ね。なるほどね。なるほど。うん、それに対して、先輩のジューどう思う？そうね、まあ。しっかり物を申し上げてよ。いいね、それはね、なんかカイのこう感覚で、カイのセンスでやってることだから、うん、俺は口出しできないな。いや、センスは、ジュートからさ、もらってるもんやからさ、うん、そこはしっかりさ、カイにもさ、ちょっと待って、だから、ロクデラシがエグザイルとしたら、カイは、ジェイソウルブラザーズみたいな。あー、2代目のね。そう。今、ジュート、これ、あれちゃん、輝き見てるんちゃう？見てないよ。このロクデラシ TV の後の、あ、見てなかった。じゃあ、どう思う？予約30分後で予約です。いや、カイがどう思うとかじゃなくて、カイがどう思うの？それに対して。俺が言うよ、カイがどう思うの？来たよ。あっち側に聞いていいんか？うん、ちょっと聞いてみて。あっち側に行きましょう。オーズどう思う？パシャでオンリーって。誰が？男が？女の子、女の子。別にいいじゃん。お？お？なんでいいの？なんでいいの？どうでもいいか。ちょっと待ってな、一回、はい、切りました。はい、どうも、馬車でオンリーって。おい、なんでよ。俺は馬車でオンリーやったら、うん、ヘルプで空を呼ぶかな。場内する。いや、空を場内して、たまたま消えた。え俺も、馬車でオンリー空やったら、うん、空を呼んだ。うん、せやろ。そうっすね。じゃあコメント拾ったのか。はい、オンリーは一人ぼっちって意味だよ。海外一人だってことっていうふうに言ってんねんけど、海、うん、からしたらどうなんそれは。はっきり言ってよ。まあ、気持ち的には俺が一人だったんですね。そうやんな。なるほどね。え、それに対してはやっぱり気持ち的には一人だったってわけで。気持ち的には一人だった。え、そんなんやったらさ、俺ジュートも俺もトウヤも王子も一人やん、気持ち的には。うん、そうそう。まあでもほら、ひどいって言われてるからよ。ラブホに女の子一人にすんの。ああ、じゃあそれはひどいって思わせてる女の子悪いよね。俺らはホストクラブで一人ぼっちゅうな気分にしてるのに、うん、なんでそんな感じなんていう感じやんね。確かに。そうですね。ほら、253番に書いてあるよ、怖かったって、一人は。どうや、251番。パシャオンリーは怖かった。251番ね、これ。何が言うか、何が言うか。王子かっこいい。王子かっこいい、拾ってよ、王子。いや怖い怖いとかさ、うわーとか言ってたのにさ、王子かっこいいって来てんねんから、王子拾ってよ。え、王子かっこいいか。たまにな。たまに。たまに。マジで、うん、さてさて。さて、次に行こう。王子かっこいいで拾ってよ、そんな感じなの。なるほど。なんで？いいよ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 。
あれ犬のコメントそんな感じなんやったら俺言えるわ、うん、最近なんかあのお前らのコメントがおもんなすぎて、うん、俺ら一人一人がでも王子金玉みたいでかっこいいって感じよそれは OK 、うん、行き詰まってるコメントに、まあね、だって俺らもコーナー作るにもがっかりやん、うん、してるやつやん。いやでもなんかこの時間でこのコメント数多くない結構今日もっと言った方がいいよ。やたら多いよね今日。どうせボサイコメントしてんねんからさ、うん、ありがたいことに。どうせボサイコメントしてんねんからさ、うん、東野の髪の毛が暗くなったことに対してみんな褒めへんのないやん。それは褒めてほしいな。見てたらいいやん。てか東野のお客さんおらへんで俺のあのみんな出稼ぎ行ってるからいい。東野の髪の、うん、どうぞそれに関してあの会はどう思う。いや俺のお客さんがみんな出稼ぎ行ってるから。もう10とかね、たまりたまってる。ぶちまけたいって。たまりたまってない。今ネタを整理してる。そうそう、ね、今ねネタ整理しながら。なるほどね。コメントに対してどう思う。もう今まで味わってたやん、いろいろ。おいしょ、まだ284万284万いつてならんねんけど。あの、東映がイケメンすぎて周囲が薄れてるって。反対や反対やマジでやめてよ。え、でも、ジュートが発言したいって、うん、いや、ないないない。今日は周囲が MC MC のもいいよ、うん。え、ジュートに対して俺聞くわ。今日はイケメンに、いや、そうやね、ジュートに対してのちょっとコメント欲しい。なんかえ、イケメンに対してどう思ってるの。今日は靴下バナナ。いやいやいや、ジュートがじゃあ表参道行ってイケメンやなって思う。どう思う。あれ、どういうこと、どういうこと。ジュートが表参道で買い物行きました、はいはいはい、あいつイケメンだなって思った時にどういう感じ。完璧だなって思う。ほんまに、うん、俺言おうか、うん、死ねえあいつと思って。いやいやいいじゃん、もう平和にしてよ平和にしてよツンツンしすぎて。なんか302番ジュートって不思議系イケメンだよ。おお、やってよ。不思議ではないよ。いや別に不思議じゃない。俺ごめんよ。今日、うん、今日トイレで貝松ぼっくり拾いに行こうよ。いやお前言うなよお前。それも不思議っていうか不思議すぎて。え、松ぼっくり拾ってどうするの。なんか小4の男子かと思う。なんか俺クリスマスツリー買おうと思って2メートルぐらいの。あ、マジで。で、飾り付けしたい。2メートル、貝ぐらいの大きさの。そう、スカイぐらいの大きさの、うん、で、なんか装飾品すごいから、うん、それじゃ拾って、うん、で、行こうかな。あ、それつけるみたいな。そうそう、マジで。ちょ、ごめんな、あの、王子から、王子を待っていい、うん、王子からも、王子は、じゃあ逆に、あの、伊勢原の駅で、イケメン見てどうするの。伊勢原の駅で、いないもん、俺以外。王子は別にそういう興味ないし、ですね、イケメンとか。伊勢原ってどこ。伊勢原は、あのね、神奈川の方なんやけど、うん、神奈川の方で、あの、うん、王子がイケメンってのどうすんの。あ、そら、遅っ。えいえいえい自粛って。いや、ここでいいっすよ、ここ。いいっすか。何これ16万。そら、アイスホッケーをしてた。いや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 。アイスホッケーは。アイスホッケーしてたの、そら。もうちょっと、そっちちょっと待っていいっすか。はい、ちょっとずつ。おぉ、見せていただいて。王子、アンテナイケメンって来てるけど、どうな、王子は。まあ、まあ、的を得てる。イケメンの秘訣ってなんな、王子は。イケメンの秘訣か。うん、なんだろうな、まあ、親に感謝やな。どうやわ、マジで。イケメンの秘訣、うん。いや、もう、高須クリニックに通うことかなと。それは、一回拾わずに流しくね。うん。あの、イケメンの秘訣言ったから、イケメンのケツってどうなんすか。イケメンのケツ。イケメンのケツ。イケメンのケツはやっぱ割れてるケツでしょ。はい、オッケー、はい、はい、シックスパック、シックスパック。いや、なんでなんで。だケツがシックスパックのシュートはどうなんすか。え、その辺は。え、ちょっと待って、俺さ、でしょそれ。いや、一個言っていい。俺、バスケ部やったやんか、小学校の時。バスケ部で頑張ってバスケもやってるし、サッカーも俺、中学校にやってたよね。うん、ただバスケもサッカーも手も足も使ってやってきてんけど、うんうん、76番っていう数字、今まで見たことないけど。ちょ、待って、ちょ、待って、見ないですね。ちょ、待って、ちょ、いいやろ、これ。なんか意味があるんで。でしょ、はい、俺、こんなやつ知らんねんけど。なんで。で、空はさ、今日のファッションのテーマは何なんですか。今日は、やっぱり、おしゃれ番長の俺が聞くけど。LA レイカーズや。なんか今日ピアニストじゃん。コンサート前のピアニスト。バイオリンにサムラコーチでしょ。いや、サムラコーチでもない。サムラコーチ。なんでもいいけど、76番って俺見たことないから。だからいや、ピアニストのあのアイスホッケーの選手だから。ジュートが指揮者。指揮者。指揮者。コンサートの指揮者。これバスケット選手っぽくこう決めたんやけど。そう。カメラでやってください。バスケット選手っぽく来ました。マジで。バスケット選手帽子かぶらんと思うんで。ダンス系ですか。どっちですか。どっちの。やっぱあのあれヒップホップ系。
あ、じゃあ、じゃあヒップホップやってよ、ちょっと。なんでやねん、マジですか。ヒップホップですか。じゃあ、そんな空のヒップホップまで3、2、1、はい。いやー、滑ったら王子がちょっとケツ吹かなあかんかった。いやいや、関係ないよ、ケツ吹かない。76万って、そらそら、オラそら、あ、おもろ。あの、今見た人は、あの、ホスラブで、あの、空が面白いって書いてましたね。ホスラブでしっかり書いてある。いや、もう、デニッキ立ててほしいの。デニッキでも、いやいやいや、76万をせやマジっすか。どうも、なんでこれなん。いや、これちょっと可愛いかなと思って。マジでダメっすか、これ。じゃあ、あれ行くわ、あの、王子のファッションチェックみたいなコーナーみたいな。あー、いいでしょ。あー、いいですね、そのコーナー。それ久しぶりやろ、みたいな。王子のファッションチェック、よいしょ。俺じゃなかったっけ、それは、多分。いや、王子やから。あっち帰った、あっち帰った。で、王子が、あの、今日の空の、あの、アイスホッケーファッションについてどう思うか、をコメントしよう。まあ、一言で言うと。一言で言おう、じゃあ。何点？76点。もういいよ、そのままや、もういいよ、そのままや、まあまあいいよ、そのままや、そのままやろ。なかなかね。ちなみに東谷さんは、東谷さんは、俺のさんから見て、東谷さん、このあのピアニストファッションなんて。まあ今日は結構俺の中では、まああの、まあシンプルでまとまってるから、まあいい方なんだけど、このダサいパンツと脇の臭さでマイナス80点。ファッションじゃないですか、脇臭。人格で。靴下見てもらっていいですか。ビッコした。あ、もうゼロ。ドーン。なんでこの前から、この前までビトンや。この前のビッコやつ、ビトン。両方見せてあげろよ。いやもう、いや両方見せる、こういうことですよ、ショ。こういうだらしないとこがダメなんですよね。で、次も行こう。さて、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 うん、次、貝のあの、そのファッションになるか。ん、これがあれ、あるよね。まあでも、ホストっぽくてね、うん、いいよね、みんな、はあ、みんなね。そやな、ホストやね。貝、別に特にいじりどころもないよ、もう普通の、なんか普通のホスト。しょうもないファッション。歌舞伎によくいる。歌舞伎ファッション。よく道で見る。はい、終わり。東口でよく。はい、ちょいしょ。東口でよくキャッチしてる。次柔道。次柔道。柔道のファッション。いや、俺柔道はおしゃれだと思う。まあ、じゃあ次柊也。え、柊也もね、俺の中で全然。ああ、分かる。どこがどう？全部。まず唇がちょっと。いや、それは人格でしょ。ちょっと待って、唇があるんやった。ねえねえ、あの、おしゃれなパンツ以外、うちの店入っちゃダメなんだよ。ダメージが多すぎて、下品なの。ああ、そう、入っちゃダメなんだよ、うちの店。考えろよ、女の子もすぐ欲しがるから、すぐ欲しがるから、こうやって手に、こう来るやろうが。枕するとき、こっからすぐチンチン出す。ここだろ、どっちかって言ったら。ここやろ、ここから出る。ああ、じゃあ、じゃあ、言っとくわ、じゃあ1万に。なんて、何点？なんてな、ここだけで100だ。おお、来たね。え、俺マイナス80。さっき言ってたこと全然違う。真逆だよ。俺ダントツでヤバいってことね。大丈夫か？やめよ、別におしゃれでもない。いや、でも、あの、なんか惨めになるだけだから。久しぶりに、なんか、え、久しぶりにあれ行くわ、あの、あれ行こう、柊也の毒舌。よいしょ。俺のお客さん全員好きやから、俺の柊也の毒舌。柊也はその日の気分でいじりたい人いじる。2ヶ月ぶりから救われる。はいはい。誰いじりたい？6手足やから誰いじりたいの今日は。あ、6手足なの？6手足の中で毒舌行く、たまには。女の子ばっかりはもちろん。6手足毒舌。誰か選んで、それに対して毒舌。ちょっと、トウヤ。え、俺なの？違う。6手足の柊毒舌って言うと、柊也が、え、ちょっとトウヤ、話あるからさ、ちょっと話しに行こうやって言ったら、1時間かかんねん。あ、そっちついてよって。でも、ご飯行こうやって言ったら、15分で来んの、なんでやねん。それめんどくせえ。それ言って、今日俺全く同じこと王子にもあったもんね、今日。ああってね。王子にちょっと10分後にちょっと寄るじゃんから。王子にちょっと話？そうそうそう。違う、トウヤに。まあ、いろいろあった。でも、トウヤは本当に、あれだね。あの、ルーズだね。マイペースなんだよね。そうやな。うん。だから、あ、じゃあ、風呂。分かった分かった。俺で行こう。で、柊也の毒舌2行こう。2。あのね、なんかね、最近ね、トップダンディで、最近なんか、6手足 TV 盛り上げようっていう勢いがあんねんよね。やねんけど、盛り上げようと思って、クリアン、クリアン。別に、結構前のクリアン。クリアン足されてるやん。クリアン、クリアン。で、柔道クリアン。クリアン足されてる。え、なんか、ニートのくせに、76万なんか何やこれ
ニートじゃないっすよ。確かにニートじゃないっすよ。え、ソラニートでしょ。エグゼクティブニートでしょ。エグゼクティブニートです。正直言うとエグゼクティブニートですね。ってわけでじゃあババアの漫画見てんの。ん、ババアの漫画見てんの。いや、舐めてねえよ。ババア、それはそれは貝や。舐めてねえよ。いろいろ舐めてねえよ。ね、じゃあ CM 行きますか。じゃあじゃあ後半もよろしくね。あのやってそのその人やん。俺と一緒にヒップホップやろうぜ。はい、滑った CM 行きます。レイ、スカサ、たくみ、あさひ、あやと、みやび、かいと、松岡、じゃーん、オーバー。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。おっしゃよっしゃ、はい、いいよ。はいはいはい。で、よし。エビバディ？いきますよ、後半戦も。はい、はい、よいしょ。エビバディ、ロクダッシュ TV！ お願いします。ということで。はいはい。俺、さっき思うよね。うん、なんか、ロクダッシュって、なんか、売り上げ上げてるかっていうふうに思われんねんけど、うん、はいはい、俺らがいくら売り上げ上げてるかっていうのを、うん、あの、そのなんか、あの見てるブサイクとかも何もしようと思って。いや、オッケーオッケーオッケー。そうやね。俺がね、あのね、ツイッターで、うん、ここに書いこっちに書いてあるあのツイッターでろくでなしメンバー紹介したんですよ、うん、一人一人、うん、こいつはこういうやつだよって。え、ちなみに今言ってよ。はい、はい、え、いますか。おう、え、自分以外ですか。おう、いや、だから、うん、ジュート、おう、まあ年間のままでしたね、去年。おう、で、トーヤ、おう、元代表、おう、メンズスパイダーモデル、おう、で、顔は、ね、ばっかりよ。顔はジャニーズ。おう、しゃべる吉本。おう、王子。王子、最年少、歴代幹部。おう、シュウヤ。おう、いや、面白い。俺もなんかシュウヤちょっと雑やよね。雑やんな。前半戦頑張って後半雑やんか。いや、女の子が来たいのってやっぱりあの六手なしのみんなって売れてるのか売れてないのかっていうのをしっかり聞いてるもんか。そら、マンゴー。本気出したらいくらかっていうのはやっぱり言われへんけど、うん、まあこんだけいけるやろっていうのをしっかりやっていたよね、うん、あ、そうやな、確かにね。え、ジュートは300って、うん、300って、あ、ジュートとカイは300ずつって。300ずつ、うん、え、はい、で、え、俺ですか、うん、俺はもう1000万売りますよ。え、え、これで。いやいやいや俺76って数字書いてある人間にお金使うと思わへんねんけど。いやいやいや、これはもうね、あれですから、最前衛ファッションですから。76万に対して1000万使うと思うの、はい、いや、1000万は、いや、2000万やね。まあじゃあ、はい、何よ、売り上げ、売り上げってよ。あ、君らは300ずつしたからさ。目標金額的な。おう、そうや。え、いくら上げてんのって言うんだから。いくら上げてるだけ、うん、最高ね。ええ、普通いくら、あれ、うん、なって普通、うん、まあ、2、300でしょ。いや、俺も2、300、はいはい、え、俺買って300、300で、こっちは76枚やから聞いたけど、うん、1000万ないの。俺、これ、女の子やったら震えんで。76万できたら震えるけど、でも、どうやと思う。何に関して、え、売り上げに関して。そうそうそう、売り上げ、うん、売り上げはまあね、売り上げに関していくらかってこと。そう、女の子求めてるやん、うん、俺がこの時上げてあげる率で、うん、半分。なるほどね。俺はまあでも、あんま俺は最近ちょっと調子悪いから、まあ5、600万ぐらいかな。でも本当最近、すげえ5、600万ね。すげえポストだ。そうそうそう。もうちょっと足りねえな。最近さ、力抜いてるもん。指名本数800しかないから。いやいや、もうちょっとしたライブできるっす。もうちょっと欲しい。ちょっとしたライブ。最近か、1日100タコさんするから。つかない。1日。いや、8日で、8日で。そんな修行するならね、うん、すごいよってホールで、うん、なんかトムの席見たら、うん、鼻くそ欲しくって終わってるっていう。鼻くそつけるから、シャンパン入れてくれたら鼻くそつけるから。トウヤはお客さんと何話してるか俺も謎だもん。で、俺普通にアイドル営業だから普通に、うん、
ハハって笑ってるわけなんですよ。ヘルプがなんかこう、はいはい、汚れてなんか面白いこと言って、うん、それに関して俺がハハッって面白い、全然面白くねえ。それで100人くんの1日で、おしっこすんげえ面白い。なんか今日ね、コメントに関してもね、なんかね、売り上げどうこうもいいけど、うん、女の子が聞いてほしい質問とかないんかなと思って。あ、そう、質問欲しい、質問特に空にね。そう、空に関して質問ちょっとなんかあれば、76万円がいいね。76万で最近一番狙い打ってるの誰って言ったら誰ですかね、やっぱりな。いやいや、打ってないでしょ。確かにやっぱり嘘つかないでしょ。嘘つかないでしょ。エボラ感染の人が来たらどうするか。あ、じゃあジョジョってエボラ感染者の結果100万使ってくれると思う。いやいや、俺走って逃げるでしょ。いっぱいでしょ。ほら、じゃあ王子と思うよ。王子がエボラ感染者の結果来て100万使うよってどうするの。相対する。そうです。俺はもうもうすでにエボラやから俺移すから移す。あ、そうだ。はい、どん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 。いや、カイはじゃあエボラ感染者の人が来て、うん、カイ君に100万使うからどうするの。カイ、うん、受け止めるもんな。受け止めて臨病を移す。あ、逆にお返し返すね。臨病の菌でギバーのテイクみたいな感じ。臨病の菌でエボラ菌を殺すみたいな感じ。そうですね。空は俺はやっぱり受け止めるね、俺は。どう受け止める。いや、もう一緒に頑張ろう。そういう迷惑なやつがいるとね、俺たちにも。はい、俺は一緒に655万めっちゃ面白い。貝気持ち悪いね。気持ち悪い。あのちっちゃいのが入ってるから。よっぽど気持ち悪いね。気持ち悪いね。言い方を。よっぽどっすね。じゃあ俺の分、俺の前で。エボラ、エボラ感染者来たらどうするじゃん。エボラ広げすぎやろ。死ねえ。どんなネタないでしょ。死ねえ。じゃあ、あのさっきあったことで、お客さんにされたエロいことはって。じゃあ、そろそろ俺っすか。代表でね、みんなの代表で。なんか一人だけ答えて。エロいこと、一番されたエロいこと。うわーって言って。うわー。一番されたエロい。一番っすね。はい、パス、オーケー、はい。パス、じゃあ一番されたエロいこと。お客さんに。一番されたエロいこと。一番されたエロいこと。お尻かじり虫やろ。いや、もう王子だって今日ぶっこむって言ってたよ。ぶっこんでるでしょ、それはちゃんと。お尻かじられたもん。え、マジで。お尻かじられた。どういうシチュエーションですか。店ではないじゃん。なかなかね、お尻かじられる。店で出すこともないから。あんまかじられることないから。どこでかじられたのかな。かじることは。いや、誰かがお尻かじられたなんじゃらーって言ったら、俺拾っただけなんだよ。なんか俺かじられ虫みたいな。はい、オッケー、オッケー、オッケー。あの691番の、お客さんにされるとキュンとすること。え、終わり。もう今エッチの話終わり。終わり終わり。俺だってエロことされへん。俺する側やからさ。キュンとする行動は。じゃあ、それはもう貝は貝。貝あれだよな、札束持って袋持ってきてくれるとお前キュンとするもんな。キュン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 。そうですね。目うつろだもんな。じゃあ、最後。俺はもう全部だね。なんか、おり。雑すぎじゃん。早いな。早いな。キュンとする行動、キュン。じゃあ、空はどこをかじられるとキュンとするの。そうやね。やっぱ。お尻かな。なるほどね。え、76番の人。いやいや、言っていい。79番、かい、お、もんなってやる。いや、ちっちゃいのせいで。一緒のやつよ。よっぽどおもんないよ。一緒のやつよ。気持ち悪いし、おもんない。おもんな。いや、違う、普通の人は、お尻って言ったら、嫌やん。でも、普通の人じゃないよ、76番って。まあね、普通ではないよね。なのに、お尻なん。逆にね。いやー、どうすかね。そら明日77番来てくるのじゃん。いや、フィル違う。じゃあ、あれ行くわ。721番のお客さんにされたら幻滅するとこは。あ、それ行こうか。幻滅する何。俺よか。幻滅すること。俺よか。口臭い。口臭い。はい、はい。あ、これね、山手線ゲーム形式。はい。何幻滅すること。うん。口臭い。はい、はい。脇臭い。はい、はい、はい。あの、売りかけにだらしない。はいはい。マンコ臭い。はいはい。ちょっと待って待って、突っ込んで。おかしいじゃん。いやいやいや、カイ気持ち悪いね。気持ち悪い、気持ち悪い。また言われるわ。欲しかった。じゃあそんなカイから始まる。はい、山手線ゲーム。はい、よいしょ。お題ちょうだい。お題は客の気持ち悪いって思う仕草。はいはい。はいか。仕草酔ったふり。はいはい。店で突進してくる。はい。左の乳首だけ長い。はいはい。どういうことですか。中国人とかってますね。
首見るってことだから。いやいや違う違う違う。見してくれたんで飲めちゃう。俺のお客さんで、一人。やめろ。やめろ。そういうの。そのやめた上で、そのそのやめる。はい。曲の仕草でやっと思う仕草。え、続くの？それ。包丁だって。766万これ。今日400万下ろしてきたらしいよ。おお。ちなみにそれ誰指名なの来てるんですよね。400万下ろしてきたよって言うやんか、うん、この時間で400万どこで下ろすんで考えろや絶対無理やろ考えろやえで、とうやって置いてんねんけどおや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 えとうやおやおや何まさかおマジで心当たりがこれ心当たりあります心当たりがおやえ誰やろ海外にも行ってる子かもしれないですよ、うん、マジで400万さ、うん、どうセブン銀行でも20ずつで60万のわけやんか、うん、そうのわけやんか、うん、7回下ろしたってことだね7回下ろしたってことマジで嬉しいなそれってことはあの多分この人多分2000円以上を多分、うん、あの手数料払ってるそれは払うよ俺手数料ぐらいはあれの、うん、いいよでも次あの嫌な仕草はこうやろいや別にない言いたいんやろシュエ、オチで俺もいいで言っていいでシュエで俺言おうか嫌い、うん、嫌いな仕草にはいはい、はい、え、私別にいけるけどって言いながら、うん、シャンパン下ろして、うん、締め日ぐらいになったら、うん、ちょっと汗汗しだして、うん、入金日ぐらいに連絡返ってこえへんくなって、うん、あの区役所通りで見つけてボコボコにする俺嫌いな仕草じゃないだろ行動だろ行動だろそれ俺嫌いなそういうおかじゃんボコボコにするはいはい、はい初回は浮気じゃないでなっていう客誰いるんですか、この辺りで新規選手なんかいるでしょ、それなんかその辺り初回は浮気ちょうどゆういちろうじゃないかそういうキャラいたよねちょうどゆういちろうじゃないそういうキャラいたよね、それ仕草かあるやろリアルすぎるって書いてるからなまあね、とりあえずあれやあれやあれやロイヤルとかのボトル入って入ってるけど別に飲まなくていいのになんか別に飲んでもいいよっていう王子が嫌いはいはい本当1分前1分前ねじゃあはいはいじゃあえ誰回回でしょ回ラス回あラスじゃあ810万ねラスラスあのいや空に最後好きな AV 女優好きな AV 女優好きな AV 女優あのね AV 男優でもいいよあやみしゅんかな誰ですかこれ誰あのあやみしゅんかっているんですよあそうどういいのなんすか まだあるよ、まだあるよいや、すごいっすよえ、76番見しても嫌がらへんのえ76番っすかまだ、あやみ嫌がるかもしれないあやみ、あやみ瞬間にどこをかじられたいの、そろシュウ鳥の位置で、駆け飛んで捕まえよう捕まえよう鳥の位置で、捕まえよう鳥の位置で、かっこいい方であ、だからこれ、今日の空で最後みんなでありがとうありがとうこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を Hey yo everybody、 この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2、 総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら。パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェケラー。